皆さんこんにちは、着物カフェです。気軽に入れるカフェみたいに気楽に楽しく普段着物を楽しみたい、そんな私のチャンネルとなっています。普段着物を楽しみながら学びや気づき、お出かけ動画などいろんなことを発信しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さて今日の着物なんですが、こちらは自分で初めてお仕立てをした会津木綿の一重の置物になっています。今日は特にお出かけする予定はないので、この木綿着物でお家の、お掃除や家事をしていきたいと思います。そういった日はね、木綿着物だと気兼ねなく、動けるのでとてもいいなと思っています。そしてですね、私事ですが本日また一つ年を重ねました。とはいってもね、何も変わりのない一日を過ごすだけなんですけれども、夜ちょっとケーキなんかをみんなで食べて、過ごすかなっていう感じです。せっかくなのでね、新しい、年を迎えたということで、これからの自分のことをね、いろいろ、どうしていこうかなっていうことを考えていこうかなと思ってるんですけれども、私はですね、子供がいますし、お家のことだったりとか、この着物のこともね、すごく今自分の生活の中ですごく大切な、存在になっていて、これからね、前の動画でもちょこちょこお話はしていたんですけれども、和裁だったりとか、そういったものづくりっていうのを、ずっと私は好きで作っていたので、そちらを、完全受注生産もしくは決まった在庫だけを持って販売していきたいなと思っています。本当にですね、毎日があっという間に過ぎていってしまうような一日の過ごし方をしているので、本当にゆっくりなペースではまだあるんですけれども、先々を見据えてといいますか、少しずつ、作品の方をアップしていけたらなと思っています。そして、自宅で洗える、ワンピースくらいの感覚で着れるような、洋服生地を使ったお着物の販売もしていこうかなと思っています。私だけではなくて、ちょっとね、今お伝えしていいのかわからないので一応伏せてはおくんですけれども、和裁のね、資格のある方も一応監修として見てくださるので、ちゃんと、着ていただけるような、クオリティのものを販売できると思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。先にですね、インスタグラムの方ではちょくちょく皆さんに、お伝えはしているんですけれども、まだ YouTube では言っていなかったので、こちらでお伝えしていこうと思います。そしてね、名前がないのはとても寂しいので、お名前の方も付けさせていただきました。一応、私が作る作品の、ブランド名といいますか、名前はイッテという名前になります。イッテの名前の由来は将棋の一手の言葉に由来しています。それはなぜかと言いますと、私は洋服でも、着物でも、基本的に、私はそんなに崩した着方はしていないとは思うんですが、どこか他の人とは被らないようなちょっと個性的なアイテムが好きだったりするんですね。なので、そのつけてくださる方が自分の選んだファッションの一部となるような意味合いを込めて、イッテという名前にしました。詳しくはですね、インスタグラムの方を見ていただけると、嬉しいです。で、今日はですね、また全然話が変わるんですけれども、ちょっとですね、自分の持っている帯の断捨離をしていこうと思います。こちらのね、半幅帯も、着物にはまって3年前くらいにリサイクル着物屋さんで購入したものなんですけれども、あまり締めていなかったっていうのと、半幅帯はね、これから
ちょっと増えていくだろうと思いますので、ちょっと処分していこうと思います。これをメルカリに出そうと思っています。はい、そして2つ目はこちらピンクの、半幅帯です。はい、結構長さもしっかりあって、汚れとかも全然ないんですけれども、ちょっとね最近まあ私の着物の嗜好といいますかに、この帯はちょっとあんまり合わないなって思ったので、こちらもまあメルカリなんかに出そうかなと思っています。はい、次は、9月に、京都に行った時の工房市さんで買った帯ですね。こちらも、メルカリに出そうと思います。そう、皆さんってこう買ってあんまり着てない着物とか帯ってどういったタイミングで、処分しますか？私はですね、やっぱり最近まあ着物に慣れてきて4年目になると、やっぱりこうどんどんね、やっぱ自分がこういったものを身につけたいっていうのがやっぱり出てきて しまってというか、まあ出てきて、やっぱりこう、あ、やっぱりなんかここ気になって締めてないなっていうのがやっぱり結構あるんですよね。で、昨日あの夜、あのシロップさんって、あの着物の YouTuber の方の動画を見ていたら、やっぱりね、あのすごく着物の数が少ない先生なんですよね。なんかそれを見てて、まあそこまで減らすことはできないなと思ったんですが、やっぱりあの、あんまり締めてないものとか、ちょっともう今の自分には合わないなと思ってるのは、次の方、締めていただける方に出会えればいいなという思いで、今日は断捨離しようと思いました。はい、そしてですね、なんか最近すごく思うんですけれども本当にね、毎日着物のことばっかり考えていまして、まあ、YouTube で発信しているからっていうこともあるんですけれども、本当にね、着物が推しなんですよはい、なのでやっぱりね、どん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 着物沼にはまっていって、まあ、さらにはね、自分でも作って、まあ、販売したいということになってるんですけれども、やっぱりね、着物4年くらいになってくるといろんなものをこう見て来るじゃないですか。そして自分に似合うものとか、こういった感じを身につけたいっていうのがだんだん出てくるとですね、やっぱり3年前とか、まあね、前に買ったものっていうのはだんだん合わなくなってくるんですよね、私の場合は。まあしばらくするとまたその、持ってたものが合うっていう場合もあるんですけれども、まあ、そこはちょっとね、考えないようにして、新たな出会いに、期待をして処分していこうと思います。はい、ということで、紹介させていただいたこちらの帯は、まあ、メルカリの方で一応出してみようかなと思います。結構ね、私せっかちなので、ちょっと1週間ぐらい出品して、もし売れなかった場合は、まとめてリサイクル着物屋さんに、送るかしようと思っています。はい、ということで、もしね、気になる方がいらっしゃいましたら、インスタグラムの DM か、メールの方にメッセージいただければ、私の、メルカリの URL を送りますので、ぜひ言ってみてくださいそれではまたね、バイバーイ。